どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。ちょっと今日お知らせ。この、はい、皆さんこれ入れてくれた？ガズレシピです。これガズレレ初のアプリが、あるんですよ。このアプリ。これがですね、なんと、ちょっとリニューアルされました。リニューアル。まずね、大まかには2点リニューアルがあります。まず、1曲ごとの楽譜の購入が可能になりました。これ相当便利ですよね。前はね、1冊分、その、セットでしか買えなかったんですけど、好みの曲だけを買いつまんで、1曲ずつの、楽譜ダウンロードができるようになった。はい。もちろんその楽譜は YouTube 完全連動になってるんで、安くて分かりやすいということになっております。はい。まずこれが1点。あともう1個ですね、これ隠れたものすごく魅力というか大発見があるんですけど、まあ、ガズとそのスタッフで、いいものを作りました。なんと、メトロノーム機能が追加されております。その楽譜の、ところに行くとですね、ちょっとこれ今、私もスマホを見ながらやってみますけど、ガズレシピを立ち上げて、そのパントリーからやりたい曲を選ぶじゃないですか。そうするとね、ここちょっと見づらいと思うけど、ちょっと画面テロップ出しとくね。ここのところに、あるんですよ。メトロノーム、のマークが。そうするとこの画面が出てきて、ちょっとどっか貼っとくけど、ここのね、テンポっていうのがあるんですよ。このテンポ早い遅いを変えられて、この表紙っていうのがあるんですけど、ここは0でいいと思います。はい。リズム、この1ってやつ。ここでもうほんと、これでもほぼ用事足りますけど、まあ一応、3連の曲なんかこう3つのところ、いろいろありますからね。これこうやって感じで。って、これ3連タッタッタ、タッタッタとか。これいろいろな機能が、これはタッタッタッタ、タッタッタ。これすごいですよ。これを練習合わせて、ゆっくりこのテンポも調整できるし。で、いつもご案内なんだけど、このマークを押すと、この三角形を押すと、画面がこうスクロールする機能もありますからね。はい。でね、このアプリ、ぜひ皆さんのお手元のスマホやらタブレットにダウンロードお願いいたします。基本ダウンロードは無料です。その中で、さっきも言ったんですけど、一曲ごとのダウンロードとか、その本丸ごとご購入いただけるっていう風になったということが今日大ニュースなんですけど、それでガズレレホームページに、トップページのところに、この、ありますから。このガズレシピって書いてあるとこがある。そこをクリックして、中からいろいろ見れるんですけど、この使い方とか詳しくもね、もう書いてあるんです。どこに書いてあるかというと、この右上のメニューを書いてもらって、トップとか YouTube 完全ガイドって書いて、そこにショップってあります。ショップを押してもらうとですね、この中にガズレシピのアプリの使い方とか、なんかガズレシピのこといろいろここに詳しく書いてあるページに飛びますんで、使い方がこれ解説されてると皆さんも助かるでしょうから、これいろいろ参考にしてみてください。このガズレシピの使い方、ここに貼っときますよ。ここね、はい。行ってみてください。皆さんのお手元にも、このスマホにも、タブレットにも、いっぱいこう楽譜管理できるように、これもどん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 内容も曲数も、これからどっかとか増えていきますので、ぜひ、ダウンロードというか、スマホに入れておいてください。よろしくお願いします。そしてですね、昨日ご案内した5月4日の件、ちょっと質問が多かったんで、今日ここでまた追加情報は、言いますと、5月10日に、有料600円のイベントを計画しております。で、5月10日のその有料イベントをやるときに、Zoom Webinar というアプリというかソフトを使いたくて、その使い方が僕も、YouTube 見てる方もちょっとよくわかんないなということで、5月4日そのウェビナーっていうのを試しにみんなで使ってみようよということで、ウクレレ練習会というものではなくて、そのウェビナーをやってみる体験会みたいなもんなんですよね。まあその中でまあ、もしかしたらウクレレの話ももしかしたらするかもしれないんですけど、そんなようなことを、ここにリンク貼っておきます。はい、昨日ブログ書いたんで、ここからリンク飛べると思いますので、YouTube 動画もちょっとご確認してください。あとはね、いつもの通りこのウクレレのご案内とか、このリュックサック、ガズのリュックサック、これいいですよ、リュックサック。あと、T シャツとか、キャップとか、なんかいろんな情報、ガズレレ.com、このアプリもね、ここに書いてあるから、ガズレレ .com までいろいろなことをご確認ください。はい、ゴールデンウィークです。真っただ中、いろんな方法で ね、自分の音楽楽しんで深めていきましょう。ステイホームだけど、心はハッピー。よろしくお願いします。それでは皆さん、ごきげんよう。さよなら。